旧統一教会によるいわゆる霊感商法を念頭に置いた消費者庁の検討会が開かれ、相談体制の拡充などが提案されました。霊感商法に限らず、さまざまな商法やトラブルの相談が寄せられる消費生活センターは、全体で年間およそ90万件に3000人ほどで対応していて、専門性も課題の一つです。霊感商法対策検討会では、消費者庁のこれまでの体制は宗教だからといって及び腰になっていないかという指摘があり、法律の専門家や心理学者、元信者なども含めた専門的な窓口を設置することなどが提案されました。また10年で処分される相談内容のデータの保存期間を延長するよう求めました。次回以降、出揃った課題を取りまとめることにしています。